はい、ここではですね、打ち込んだものに対してベロシティ、音の強弱をつけるという機能を紹介したいと思います。まずベロシティはですね、この部分左下ですね、ここから調整ができます。今ですね、このようにベロシティを動かしたとしても何も反応がありません。これはですね、ベロシティを変更したいものを選択する必要があります。例えばなんですけど、この一発目をですね、少し大きくしたい、このように選択します。そしてですね、別の箇所もできますね。例えばですね、今先頭を選んで、かつですね、この3拍目も大きくしたいなんていう時にですね、通常クリックするとこんな感じで選択範囲が移ってしまうんですけども、この際にシフトキーですね、押したままこのように選択をするとですね、このように離れたものを簡単に選択することができます。例えば間違ってこのハイハットクリックしてしまったと、でもう一度外したい時はやはりシフトを押しながらクリックを押すことで、こんな感じで解除ができます。そしてこう選んだものに対してこのベロシティを調整していきます。基本的にですね、こう数字が上がれば上がるほど音が強くなります。そしてですね、一番最低値が1ですね。1となるともうほとんど聞こえない状態じゃないでしょうか。一度再生してみますね。ほぼ無音ですよね。で、これが最大となると127といって色も変わります。一度これ聞いてみましょう。こういった形でですね、ここが強くなったのが分かっていただけるかと思います。このような中で調整をしていくと。ここでちょっと迷ってしまうのがですね、どの部分を強くしてどの部分を弱くすればいいのかと。次はこのあたりを解説していきます。ここを見ていただくと、基本的にですね、1拍目、2拍目、3拍目、4拍目。ちょっとここを拡大してみましょうか。このように拡大すると出てきます。メトロノームと同じ拍になりますね。1、2、3、4というところをですね、最初は強くしておくと、かなりですね、安定したノリが出せます。ちょっとやってみましょう。シフトを押して複数選ぶと。こういった形になりますね。で、かつですね、ここでベロシティをいじればよかったんですけども、今ですね、見ていただくとこれ以上上がりません。なぜかと言いますと、もうですね、選んだ一部分がですね、127といって天井に到達してるからなんですね。これはかなり困りますよね。ということで、これを回避するにはどうしたらいいかと言いますと、僕のおすすめとしてはこのベロシティツールというものですね。これを使っていくといいと思います。で、このベロシティツールはですね、やはり同じ概念で選んだものをですね、上下ドラッグで、このように数字を変えて打ち込むことができると。ただですね、この場合でもですね、このように、もう上が引っかかっちゃってますよね。こういう時は動かしながらオプションシフト、これを押してください。こんな感じ。見ていただくとですね、すべての値が一緒になります。ここを覚えておくと非常に便利です。で、今このようにですね、1拍目、2拍目、3拍目、4拍目。このあたりをですね、かなり強めの110にしておきましょう。なぜこれがですね、今110で止めてあってマックスじゃないのかということなんですけども、曲の中でですね、一番こう盛り上げたいところ、今後出てくるかもしれません。あらかじめ今ここ127で打ってしまうと、それ以上のものが出せませんので、念のためこのあたり110ぐらいがちょうどいいかなという形です。そして次ですね、8分裏というものを見ていきます。この裏表に関しては以前にも解説を行ってますよね。まず裏拍ですね。8分裏はここと、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 いった感じですね。これをだいたい110の部分から15から20引く感じですかね。ですので110から15引くと95あたり。そしてここも裏拍でしたね。これもじゃあ95にしておきましょうか。こういった形。そしてここ細かさを出す16分裏ですね。ここをですね、8分裏からさらに15引く感じです。で、今80ですので、先ほど95だったので、ちょうどいいかなと言った形です。これでちょっと聞いてみますと。こんな形となります。こんな感じで大体の場合で整うんですけども、もちろん注意点がありまして、音色によってはですね、もうちょっと変化をつけた方が良かったりとか、ベロシティを狭めたりだったりとか、そっちの方が良かったりなんていうのもありますので、実際この値にしてみて、あとは聞きながら、例えばここを上げたいとか、こういう風に個性をつけていくと非常にやりやすいかなと思います。まずルールとしては頭拍は強め。そして次に強いのが8分裏。そして次に強いのが16分裏という感じで、細かくなればなるほどベロシティを下げるとかなりですね、自然な演奏になるという形です。これがですね、簡単なベロシティのコツなんですけども、もう一つ注意点を言わせていただくとですね、今ここ見ていただくとこのようにトラックのボリュームがあります。もしくは左下部分ですね。この部分からも調整ができます。ここでですね、強弱をつけるのと、ベロシティで強弱をつけるのは何が違うのかという質問がよくあるんですけども、これをちょっと明確化していきましょう。まずですね、トラックの場合はですね、ここに含まさっているもの全ての音量が上がりますので、基本的にここだけ大きくしたいとか、ここだけ小さくしたいとか、そういうことができません。で、もう一つですね、違いなんですけども、実際にニュアンスが変わります。例えばなんですけども、今僕手を叩くんですけども、ちっちゃく叩きますね。こんな感じ。そして大きく叩くと、こういった形。ボリュームだけじゃなくて音色も変わってるのが分かっていただけると思うんですね。で、ここがポイントなんですけども、ボリュームはですね、あくまでニュアンスは変えられません。例
えば小さく手を叩いたものを大きくしたかったらこのボリューム上げるんですけども、そのままですね、小さいニュアンスのままボリュームだけが上がるといった形ですね。逆にこのベロシティはですね、高くすれば思いっきり叩いたようなニュアンスの音色になりますし、これを下げることによってかなり優しく叩いたようなニュアンスになるといった形で、これボリュームだけじゃなくてですね、音質も変わるというところに注意してください。やはりですね、このベロシティの強弱をしっかりつけていくというところがポイントになります。まずこのベロシティの概念をしっかり覚えていただければと思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。